さかねフラワーチャンネル始まります。今日はねとってもいいお天気なんですよ。南からこう太陽がさんさんと入っております。先日おひなさまのリースを投稿いたしましたところ、たくさんのコメントをいただきありがとうございます。そしてちょっと難易度が高かったみたいなので、超簡単なものを、もう少し簡単なものを投稿してほしいというコメントがありましたので、フラワーアレンジメントを投稿したいと思います。それをどうかご覧になってください。ダイソーさんでね、白いリボンがなかったんですよ。ですから私は両面テープの、ダイソーの両面テープを貼っております。真っ白でした、それがね。そしてリボンは残ったので、ちょっとね、蝶結びにしております。リボンを貼るところは全部両面テープで貼っております。そして後ろの方がちょっと足りなかったんですけれどもね、後ろはまあ見えないからいいかなみたいな感じで、皆さんはきちっと貼ってくださいね。
でこれを留めるのもグルーガンでもいいですし、両面テープで留めても大丈夫です。私は今両面テープで留めましたね。角のところにね、まあここが正面っていう意味でしょうかね。そんな感じでやりましたよ。でダイソーさんにね、なんか桃とか桜とかね、いろいろお花ありましたから、あのお花はね好きなのを入れてみてください。まあ帯な目びなは大きいお花の方がいいかもしれないですね。周りに入れるお花はあのまあ桃とか桜とかね、そういうお花がいいでしょうね。なんか菜の花なかったですね、探しましたけどね。あったかもしれないですね。皆さんのところにはあるかもですね。箱を壊してね、あの引っ張りますとひし形になりますよね。こうやって器ができました。ここまでできればもう 50% 半分できたも同然ですね。扇子を作ります。概要欄から覗いていただいたら、あゆみちゃんの扇子の本当に緻密な作り方もあの投稿してますので、よかったらそちらもご覧ください。あのまゆみ先生はごくごく簡単にナビ折りをしまして、それからあの屏風畳にしておりますね。それを2つ組み合わせて小さな扇子を作っております。途中からすごい早送りになりますから、皆さんよくご覧になってください。今屏風畳しております。あの折り目がついてると簡単ですね。なかなかね、あの人間の手で平行に折っていくっていうのは難しいんですよね。だんだんあの幅がずれていって斜めになってしまいますから、私はこうやって折って、あの折り目をつけてから折ります。今早送りですねすごいですね。あっという間にできましたね。そしてこう幅が足りませんから貼り付けまして、あの大きいというか扇子を作っております。こういうふうにね、向かって左側にあゆみちゃんの扇子がありますね。あゆみちゃんの扇子は本当にあの緻密です。概要欄に貼り付けておりますから、それを見て作っていただいても結構です。あのまゆみ先生のように簡単に扇子を作っていただいても結構です。あのおひなさまですのでね、屏風の代わりに扇子をあの大小2つ作りました。で竹串を今入れておりますが、これなくてもどちらでも構わないです。グルーガンで貼り付ければちゃんと貼り付きますというか動かなくなりますのでね、どちらでも結構です。でもこういうふうにするとあのスティックをつけているとあの刺しやすいですね。そしてかなり大きな扇子を作ります。千代紙3枚をあの3つ貼り合わせてつなげて扇子を作ります。ここはゆっくりあの早送りせず、あの皆さんに分かりやすいように真上からカメラをあのセットしておりますね。こういうふうにして3枚を貼り合わせますと、あの大きな扇子ができます。で千代紙をちょっと折り返してますので、しっかりとなりますね。上の方が二重になってますので、しっかり出します。下の方は一重ですから、あのあれですけれども、上の方はしっかりしておりますね。次は、お花をアレンジメントしていきます。この発泡スチロールもダイソーさんで売ってますね。カッターナイフであの切りますが、あのスタイルフォームってちょっと切りにくいですよね、ギシギシとして。そしてあのひし形に詰めるのってあの本当難しいですね。まあ隙間ができたりしましたけれども、まあ動かないように
セットしてください。早送りしております。で、2段入れるとねちょっと高すぎたので、1段だと低すぎなので、まあ1段と半分を敷き詰めることにいたしました。箱からね、2段だと箱から出てしまいます。今半分に切ってますね。薄くしております。あ、隙間を詰めてるんですね。はい、ちょっとね2段だとなんかひし形にね切るのってなかなか難しいんです。こういう2段だとねちょっと出るので、もう1回切ると思います。出して半分にね薄くしております。半分ちょっと切っておりますね。結構ねスタイルフォーム硬いですね。はい、でちょっと箱から低くなりますね。箱からね飛び出してしまいますから、箱からちょっと中に 1,2 センチ降りるぐらいにセットいたしました。で、動くようでしたらグルーガンとかね、のりでくっつけていただいていいです。今小さい方の扇子を立てましたね。やはりグルーガンでちょっと止めてます。それから造花ですね、ガーベラ、それからガーデンローズという、これはセリアで100均で買ったものですね。短くもう3センチぐらいにペンチでね短く切っております。そしてスタイルフォームね刺しにくいので、少しカッターナイフとか目打ちで穴を開けてから刺すと楽ですね。今カッターナイフでちょっと切っておりますね。切り口ちょっと穴を開けて、そしてガーベラ、ガーデンローズを刺します。そしてベースが今ね白いスタイルフォームのベースが丸見えなので、このデコレーションボールですね、グリーンと黄色がありましたので、これを詰めております。まあピンクでもいいでしょうね。ピンクのもありますから、ピンクのでもいいんですが、ちょうどお家にあったのがこのミモザの時に使ったのが残ってたので、これを使ってますが、ピンクの方が可愛いですね。こうすると白いねスタイルフォームのなんかね人工的なベースが丸見えになってますから、ベースが見えなくなるまでどん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 詰めております。そして両サイドに入れてる小さなお花がですね、菜の花の方がいいですよね。黄色い菜の花の方がいいと思うんですけれども、それもまあアトリエにはなかったので、皆さんは菜の花か小さいね黄色いお花をお探しになって入れられるといいと思います。どんどん詰めておりますね。どん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 詰めてます。どんどん詰めてます。結構入るんですよね。結構入りました。そしてあとは大きな扇子をセットするだけになります。で、出来上がったのかな。出来上がりましたか。はい、出来上がりました。パチパチパチいつも出来上がったら叩くんです。はい、出来上がりました。そして大きな扇子を今からつけようと思っております。グルーガンで十分だと思います。二重になりますから、こちらに大きい扇子をでちょっと広げますね。広げてもちょっとねなんかすぐしぼんじゃうので、グルーガンでピュッと広げて貼り付けております。そうすると出来上がりました。すごく可愛いです。ちょっと後ろね白いリボンが足りないんですでちょっと水引きをねくるくるっと丸めて水引きも入れました。まあお雛様ですので、いかがでしたか皆さん。ここまでです。本当に簡単でしたでしょ。お花二輪をね入れるだけです。箱を潰してねひし形に作る方が難しいかもしれないですね。それでは皆さん、ごきげんよう。ありがとうございました。チャンネル登録はとっても励みになりますので、よろしくお願いいたします。